はい、皆さんこんにちは、バンデリングルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝を、今回はプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、将軍秀忠から独立を仕掛けた家康公なんですが、残念ながらですね、2つの城を失ったというところ、さらにこの掛川城も終わり奪われたというところで、残すところがですね、この駿府のみというところになっています。で、兵力もまあ6500とかなり厳しい状況ではあるんですが、まずはこの状況を耐えてですね、まあ、反転攻勢の機会を伺っていくっていうのが今回のポイントになっていくかなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。もう回収とかは全くできないというか、最強クラスというか最強まで上げているので、あとはまあ地道に陣将を立てて兵力を増やしてみたいなね、ところをやっていきましょう。で、あとは外交ですね。朝廷外交は100になっているので、周りの大名家ですね、敵視しているところにあえて送り込むかというのもあるんですが、小笠原家に関しては、まあ、人を送り込んでおきましょう。47まで来てますからね。あと星名か、まあ、徳川譜代のお家ではありますが、あと徳川宗家に頭下げるのもね、なんか馬鹿らしいし、となると井伊と星名、あとはこの小笠原か、ちょっとこの辺りにね、使者を派遣しておきましょう。でお金もないし、一旦これで進めていきましょう。この駿府の守りは絶対なんですけど、その家康が行ってしまった後はかなり厳しくなるかなというところもあるので、なんとかね、家康存命中に道筋を開いておきたいっていうのがあるんで、そうなるとやっぱり外交面で少し頑張っておく必要があるかなというところなんですよね。陣所とかをもうちょっと建てられるようなね、場所が出てくれば人口が少し増えるので、もうちょっとその兵力面でね、戦えるようになってくるかなとは思うんですけどね。ご命令を。先月の収支です。報告します。お金がなくてちょっと厳しいな。かといって米を売る勇気もないしね。お、小笠原と6ヶ月の同盟か。で、藤堂家で、おお、藤堂が寝返ったか、というか徳川から離れましたね。これに参加しましょう。まずは同盟に参画した大名家をちょっと確認していきましょうか。表彰を始めます。先月の収支です。そういう意味で言うと、まず星名、小笠原、あとはここはこれも星名だね。あと藤堂家だよね。あと井伊もこちらについたか。となると周りは徳川なんですが、うまく連携できればまあ抑えられなくはないかなというところだな。ただ東に徳川宗家、特にこの小田原城、江戸城あたりにはかなりの戦力が入ってるんで、逆に徳川が大きくなる可能性が出てきちゃうかな、これを見ると。まあ、この辺りの小国は徳川に一気に飲み込まれる
可能性があるし、やっぱり東国に関しては徳川有利、西国に関してもほぼほぼ徳川だな、まあ、こっから巻き返すとなるとやっぱりこの近畿一円、畿内を抑えている東道、あとは豊臣家の復興がまあポイントになるかな。この五所さえ奪還できればちょっと流れが変わりそうな感じはありますよね。で一方のこの家康公はまずは奪われた掛川城の奪還からだよな。こちらに寝返ってくれそうな人がいるかというとちょっといないかな、これを見る限り。となると密談をするぐらいだったら懐柔をしておいた方がいいか。いやー、やめておこう。ここは無難に陣勝を立てましょう。で金不足になると、うんうん、じゃあここで交渉とかを入れておきますか。まず小笠原とは個別に同盟12ヶ月を結びましょう。いいとも、まあ、6ヶ月か、6ヶ月だとちょっともうちょっと上げてからの方がいいな。で投資でちょっとお金がないので、お金を稼ぐために投資は商人町を中心に投資をしていきましょう。まあ、こんなところかな。掛川城を取り返すにはもう少し兵力が欲しいところなんだよな。表情を始めます。先月の収支です。内駅城に攻め込ませてる間に掛川城を落とすというのがいいかな。ただ掛川城を落とす間に西から、うん、東から徳川の本体が攻め寄せてくる可能性があるんで、やっぱちょっと動けないんだよな。表情を始めます。先月の、まあ、とはいえまずは同盟を結べるところに関してはきっちりと同盟を結んでいきましょう。まずは保科とは24ヶ月、まあ、今連合に入ってくれてるので勝手に信頼は上がっていくので放置で大丈夫かな。もうちょっと優秀な家臣団欲しいよな。まあ、お金もないしこれで一旦送りましょう。どうしようかな。まあ、家康が存命中にやっぱり少し勢力を拡大しておかないと怖いといえば怖いんで、ちょっとやっぱり出兵をしていきましょう。でその前にやるべきことはやっておきたいというのもあるので、まず朝廷外交で最悪停戦ができる、徳川宗家秀忠に対してはですね。なのでここは一気に城攻めにかかっていきましょう。掛川を取る。でその前にちょっとやっておくことはやっておきたくて、
いや、お金は今使うべきじゃないな。よし、これでじゃあ出兵をしていきましょう。掛川城を取る。まあ水野家がどれくらい軍を編成してくるかにもよるかなとは思うんですけどね。まあ、家康自ら出ればどうにでもなるだろう。出陣するぞ。掛川を取る。で、援軍要請で諏訪家に対しては尾張徳川を攻めてもらいましょう。さらに小笠原家に関しては、そうだな、まあ、この甲府を攻めると逆に小笠原が滅ぼされる可能性すらあるんで、ここはやめておきましょう。で、井伊家は攻められるのがやっぱこの甲府か。いや、ちょっと甲府は残しておいて、最悪秀忠軍が攻めてきたら出るとするか。出陣するぞ。秀忠とは停戦で一旦難を逃れましょう。助太刀に立つ。表情を始めましょう。報告いたします。思ったより軍を減らされたな。重荷を負う覚悟、わしにはできておる。表情を始めましょう。ここは合戦に持ち込みましょう。敵の数決して多くはない。まあ、きっちり城門が突破できれば敵の兵力的には大したことないので、どれくらいの硬さになってるかな。城門はマス型門か。まあ、鍛えましたからね、門は自らの手で。いやー、城門が硬い硬い。始めろ。思ったより全然硬いな。城内に引かれると厳しいな。いやー、これは戦力だけを無駄に消耗することになるか。落とせないか。しました。半分になっちゃったもんね、兵力が。これ中の武将に直接攻撃ができないと厳しいな。必要にせることこそ我らの誇り。さあ、勝負と行こうか。こんな日もある。よし、ただここで敵が張り付いてないっていうのはでかいな。こちらの兵力の減り方が全然違う。で、敵を削り取ったね。よしよし、CPU がチョンボをやってくれたおかげで、この掛川は家康が落とせそうだな。で、家康が掛川を取ったので、まあ、駿府と掛川の2つの城を領有できるようになったっていうのは大きいですね。で、さらには奪われた残りの2つの城、岡崎と吉田、この2つも取り返しましょう。ただ家康の戦力がここまで減るとはな。敵城門突破しました。で、あとは徳川の家康の後を継ぐ血筋を引いた
武将もね手に入れておきたいですよね。義直とか。敵に背を見せることこそ我らの誇り。さあ勝負と行こうか。で家康は急いで帰って駿府で療養、兵数の回復に努めましょう。浜松吉田、ここは取り返したいな。今徳川と水野が戦ってるんだ。なるほど。ってことは兵力を急いで回復できれば後期にはなるね。浜松城を取り返す後期。ご命令ください。先月の終始です。まあ、大きかったのは一つは朝廷の力を借りずに掛川を取り返せたことかな。何、掛川に敵が攻めてきてるじゃないか。渡辺守綱隊か。これは援軍の要請をしましょう。と言ってもこっちに行けないんだよね。となるとこれは渡辺守綱が2900だったかな。これを押し返すにはもうちょっと兵力欲しかったけど、また家康自ら出陣するしかないね。な、水の隊も来るのか。厳しいな。始めましょう。報告いたします。報告いたします。どうする？これは5000を押し返す力はないぞ。今の掛川に耐久も減ってるしね。ただ一応ダメ元で。いやー無理だな。天守が焼け落ちてる。城門まで一気に入られるな。でさらに囲まれてるわけでしょ。となるとちょっと遺憾ではありますけど、水野と朝廷外交を使って休戦にしましょう。で義直隊を押し返そう。で注意しなきゃいけないのが駿府の防御力がカスになってるってところだな。報告いたします。で速攻で朝廷外交を繰り出していきましょう。
命令を。先月の収支です。いやこれは姫をもらいましょう。17歳の姫、いや楽しいな。17歳の姫とか、うわ17歳の姫とか本当もらいたいわ。小笠原つゆちゃんに関しては16歳、誰もらおうかなって考えると、勢力的に大きいところと結んでおくのが基地ですよね。諏訪、星名、まあ星名から腰入れをした方がいいかな。家康公76歳、巴ちゃん17歳、婚姻しましょう。これ何人とも婚姻できればいいんだけどな。いやーどうするかな、うまくこの水野と和解できれば一番いいんだけどな。で星名から援軍を受け取るために少し街道の整備もしておいた方がいいかな。表情を始めます。先月の収支です。星名から援軍が来る場合はこのルートで来るから、この辺りは少し厚めにしといた方がいいね。表情を始めます。先月の収支です。停戦明けでどう水野が動くか。ああ堀田家が徳川に滅ぼされたか。まあこの傾向ってのは今後顕著になっていく可能性が高いからな。ご命令を。先月の収支です。家康が存命中にやっぱりもう少し体力をつけておきたいな。水野との停戦が明けた時に水野がどう動くかはちょっと注視しておきたいな。朝廷外交がやっぱり回復してこないと攻撃に転じられないんですよね。先月の収支です。自分の城を守る兵を残して敵を攻めても勝ち目がないぐらいのギリギリの戦いになってしまうんで、やっぱり全軍を投入するってなるといざという時の出陣するぞ。出るとするか。
朝廷外交による和解は必須ですからね。家康はもうあと5年ぐらいは生きられるな。そのうちになんとか吉田城、浜松城あたりは報告します。取っておきたい。朝廷との外交がどうなってるかな。表情を始めます。先月の収支です。98まで来てる。よし、これだったらもう一ターン後には撃滅できるぞ。よしよし、まずは統治場を作っておきたいけど、あれ温泉街持ってなかったっけ。ちょっと確認しましょう。温泉は持ってるけど面してないってこと。これはいやいや、そんなことないよね。あと、うんうん、分かった分かった。ってことは次のターンで温泉を進出かけないといけないってことだな。じゃあここは取っておきましょう。ターン、みんな遅れるな。我らの戦お見せいたす。クソ、兵糧不足か。出陣する。出陣するぞ。始めるぞ。命令ください。報告いたします。報告いたします。御用を受けたまわります。ありがとうございました。遅れるな。思ったより兵力削られるな。敵の将は誰だ。水野勝成か。道理で強いわけだな。これは厳しいな。落とせる気がしないけど。皆の者、手を貸してくれ。
まあ、城門越しに敵が叩けるかどうかだな。これで囲いを取ると落とせるはずっていうわけにはいかないんだよね。うかつだったな。あのまま続けとけばよかった。このままだと兵力が足りないだ。狙撃とか持ってるとね、こういう時非常に助かるんですけどね。よし、まあ苦戦はしたけどなんとか落とせそうではあるな。城門を破壊しました。やっぱりあそこであのまま戦ってた方が良かったですね。包囲するにはちょっと兵が足りてなかったのかな。ただ着々と城は奪い返しに入ってますからね。三河武士の魂、決して砕けぬ、逃しはせん。出陣する。お、徳川義則が味方に入ってくれたな。あと水野勝成、宮本武蔵、これだいぶ戦力が充実してきますね。ご命令を。先月の終始です。そしたらまずは配属しましょう。米不足が深刻なので、まあ、ちょっと早めに米だけは手に入れときましょう。ありがとうございました。先月の終始です。いやー、こうなってくると家康存命中になんとか
吉田と岡崎あたりまでは取り返したいな。まあ吉田はなんとかなるにしても岡崎だな。あとは徳川宗家がいつこう鬼の振る舞いをしてくるかわからないってことも考えると、もうちょっとね戦力の充実は必要になってきそうですね。というところで、まあ時間もいい時間になりましたので、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。